はい。はい。皆様、感謝してます。感謝してます。感謝してます。オフィスアナイウッチーです。いつもありがとうございます。いますはい。えー、本日は、えー、それって楽しいのというお話をさせていただきます。はい。はい。はい。あの、ある日の時の、 達也部長の講演会の YouTube ライブを見させていただいたんですけどもその時にまあ質問して達也部長が答えてくださるんですけどまあその内容っていうのが、えー、ざっと言うとまあいいことをしてるはずなんだけどうまくいかないそしてはたまた人間関係でちょっと揉め事が起きるようなこういいことをしてるのになんかなぜかこううまくいってないっていうようなご質問を されてたんですねでその時に達也部長は一言ズバッと「誰々さんそれって楽しいの?」って聞いたんですね。でそしたら結構このたくさんのことをご質問されてたあの質問された方は一発で「楽しくないです」って言ったんですね。だからやめますって。 そんなようなことをおっしゃったんですね。で、これを聞いたときに、すごいなって、これは、ものすごいことが凝縮されてるなって思ったんですね。で、これって本当に、自分に置き換えたりとか、日常に置き換えたりしたときに、なんとなくこう、パッとしないけど続けちゃってることとか、なんか、なんとなく続けてること、なんとなくしてるけど、なんかスッキリしないなってときに、 それって楽しいのって聞くと、あ、そうじゃないか <laughs> とか、思、自分で自分に聞いてあげられたりですか。まあ、楽しいっていうのがわかんない場合、例えばなんとなく心地よかったり、それを考えると、なんかウキウキワクワクしたり、心の中がポワーっとあったかくなったりとか、それをすると、あの、わかりやすいなって思ったんですね。 なんかこう、すごいシンプルなんだけど、ものすごいが凝縮されてるなっていうのを、その YouTube 聞かせていただいた時に感じました。で、僕自身の時に、ちょうどその、少し話変わっちゃうかもしれないんですけども、あの、ある時にお仕事がすごい、僕のお仕事、自分の問題だったんですけど、結構、まあ、楽しくて、 あの顔腫れで頑張ってたつもりだったんですけどてんこ盛りになっちゃって結構ぎゅうぎゅうになってた時期があってで僕ってもともとあんまりじっとしてられなくてやっぱ外にお出かけするのが大好きだったんですねで、ね、んとなくそれをあのー、たまにしか会わない達也部長が見てくれた時に会った時になんかうっちーってお出かけ好きでしょってだったらあのー、あどんどん遊びに行きなよって言ってくださったことがあったんですね,ね あの、その時ってあんまりこう休みも一応取ってはいたんですけど、その遊ぶための休みってよりはまあまあ休む、体を休めるみたいな、あの感じの休みに自動的になってたんですけど、例えばたまにはさ、あの週末土日お休み取って、あの遊びに行ってきたらいいじゃんって、ふっと多分立山部長その時、ふっと何気ない一言をおっしゃってくださったと思うんですけど、その時に、あの、ほわって心、それを 聞いた時に心の中があったかくなったんですね。で、ウキウキワクワクしたんですね。で、ただ、その後すぐに、ちょっとこう、真面目な、あの自分が、あでも、ほな、いいのか。まあ、仕事もあるし、遊び行っていいのかみたいな考えも出てきちゃったんですけど、ただ、それをまあ、正直に達也部長にその後話したら、あの、でも、うっちーは最初さ、それ、心があったかくなったんでしょワクワクしたんでしょって、はい。 それが正解なんだよって言ってくださってでそれをありがたくそれを尊重させていただいてどんどんねあのー、遊びにこうちょっとずつ遊びに行かせていただくヒントまあ言っちゃえば前自分が好きだったことをちょっとずつ思い出してってそうだよなて書きするの好きだったよなーム行くの好きだったよなとかそれを結構きっかけに行かせていただくことがねあの増えましたねそのあのー あ達也部長の話をしてた。あの、ご本人様が登場しました。あはははそれはのちょうどお話させていただきます。そう、それで、だから達也部長の YouTube ライブの、それって楽しいのって話から、なんかその、何か迷った時の、なんかいい、こう、指針というか、目安になるなっていうのを、改めてね、こう、気づかせていただきました。ね。で、で僕のその、 あの遊び行ったらいいじゃんっていうのもねすごい心が本当に軽く救われましたというお話でしたということでそれって楽しいのというお話でしたありがとうございます感謝してまーすあそしてあのそんなね心が軽くなる、えー、ひとりさんの名大特別弟子の達也部長の講演会明日ね沖縄、えー、2連チャン、えー、ですね、えー 沖縄講演会ありますけども、まあ、台風様がね、こう、ちょっと絶好調でいらっしゃってね、交通の便とか変更もあるんですけど、無事ね、あのー、まあ、できたら、まあね、ズームっていう開催もあるんですけども、ぶ無事、あのー、できたら、理想はその現地の皆様とね、あの直接リアルでお会いして、えー、直接お話聞いていただけたらなって、楽しい時間を共有していただけたらななと思いました。 はい。立部長いないんですけど、えー、すすごい良いことを言ったと思いますんで、<laughs> 後では、あとで立山に <laughs>、これではないですけど <laughs>、えー、えなんかお菓子かなんかいただきたいと思いますって、ありがとうございます。まあちょっとね、あの、いろいろ、あっちこっち行っちゃったお話になったんですけど、それって楽しいなっていうのが、僕の中ですんごい一言だなっていうのを、あのー、感じたので、シェアさせていただきました。ご清聴いただき、 ありがとうございます。そして、この後の、えー、ひとりさんのことだま祭りも、えー、よろしくお願いしまーす。でね、この終わるときはね、昨日、間違えてズームね、ズームごと切っちゃったんで、レコーディングを切りますんで、はは、じゃ一回レコーディング切らせていただきます。それでは、皆様引き続き、よろしくお願いします。感謝してまーす。はい。